ZSM-5 ゼオライトの化学構造。黄色い玉が SI、赤い玉が O を示す。10個の酸素原子からなる細胞が、規則的正しく並んでいる。塩に4面体ユニットを明示して描いた、ZSM-5 の骨格構造透過型電子、顕微鏡による MFI 型ゼオライト構造の観察。ZSM-5 は、 アルミノシリケートゼオライトであり、骨格の構造コードは MFI である。酸素が5つからなる、環状構造を多く含むことから、ベンタシル系ゼオライトに属する。単位格子の化学式は、ナナルン C96 の 19216H2O である。モービル社により1975年に報告され、石油化学産業において、不均一系触媒として、 炭化水素のクラッキングや異性化反応などに幅広く用いられる。ZSM-5 のペンタシルユニット ZSM-5 は図のようなペンタシルユニットが砂状に連なったような骨格構造を有する。ペンタシルユニットは8つの5因間、関連で酸素原子の数でカウントする。ケイ素、またはアルミニウムも含めると10因間から構成される。 管の頂点はアルミニウム、またはケイ素であり、各辺が酸素原子一つに相当する。連なったペンタシリユニットは10因管を形成し、これらがさらに酸素原子の橋渡しにより連なることで、直線上の10因管細胞と、ジグザグな10因管細胞が形成する。こうして形成される最高径はおよそ5.45.6である。 ゼオライトの四面体部分構造の中心を T サイトと呼ばれ、アルミのシリケートでは SI、または AL である。ZSM-5 の骨格である MFI トポロジーの場合、結晶の単位格子あたり T サイトは96種類存在する。また、SI、AL 比は12以上であり、AL が含まないものも合成可能である。 AL の不電化を保証するための最高内価値音の数は骨格内 AL の量によって変わる。結晶構造は高温では空間群馬の脳が多少であるが低温では空間群 P21N1.13 の単車称に相転移する。この転移温度はおよそ300から 350K である。ZSM-5 ゼオライトは1969年に アーグアート、ランドルトにより初めて合成された。当時としては、数少ない重因関西鉱のみを有する、中西鉱ゼオライトであった。合成は3つの異なる溶液を調整することで、行われる。1つ目は、アルミン酸ナトリウムの水溶液で、過剰の塩基の存在下で、AL は可用な AL4 イオンを形成する。2つ目は、 テトラプロピルアンモニウムカチオンの溶液で、これは最高のテンプレートになる役割がある。三つ目は、シリカの溶液で、ゼオライト骨格の主たる成分となるものである。これらの溶液を混ぜることで、ZSM-5 の過酷和溶液を調整し、加熱により ZSM-5 が結晶化する。 ZSM-5 は合成ゼオライトであり、ZSM-11 と強く関連している。今日では、スーの ZSM-5 の合成法が知られているが、一般的なものは次の通りである。ZSM-5 は、典型的には、テフロンの耐圧容器を用いて100摂氏200度の高温条件下で合成され、原料のシリカ、 アルミナ比を変えることで様々な組成で結晶化する。アーグはートランドルとはを、塩2イコール0.070、塩に2 AL2O3 イコール500、H2O、塩2イコール1240の領域で合成検討を行い、この中でテトラプロピルアンモニウムが構造規定能を発現するときのみ、ZSM-5 が結晶化することが分かった。 テトラプロピルアンモニウムのような単純な4級、アンモニウム化合物はそれほど効果ではなく、有害でもなく遺伝性でもないので、工業的に比較的扱いやすい。また、N パープル 4N は十分な科学的、安定性及び、熱安定性を有しており、ゼオライト合成のアルカリ水熱条件下でもすぐには、分解しない。ZSM-5 は、高いシリカ。 アルミナ比を有する。交換価値音の種類によって様々な用途に使われる。ZSM-5 触媒を用いた M 騎士ンから P 騎士ンへの異性化反応をプロトンで交換された ZSM-5 は高い酸性を示す。酸量は ZSM-5 骨格の AL 量に比例変化する。ZSM-5 特有の最高構造と 固体酸性により、炭化水素の異性化反応やアルキル化反応の三色媒として用いられる。M 基試練から P 基試練の異性化が代表例である。ZSM-5 の最高内で P 基試練は M 基試練に比べて高い拡散係数を有する。最高内で反応が起こると、パラタイの方が早く最高の外まで拡散でき、このような形状選択性により、 高周率で異性化反応が進む。また、近年ではメタノールから直接ガソリンに変換する反応の触媒としても使われる。ZSM-5 は別の触媒の単体としても利用される。例えば、銅を探時した ZSM-5 に240から摂取320度のエタノール蒸気を吹き込むと、アセトアルデヒドへの酸化触媒反応が進行する。これは、 エタノールの脱水素反応である。ZSM-5 の細口径と反応する分子のサイズがよく一致することが高効率の一因と考えられる。他のアルコールの酸化反応にも有用であり、また銅だけでなく、クロムなどを強端治することで、より効率的に目的生成物を得られるようになる。酢酸は代表的な複製生物である。 ありがとうございます。